こんにちは、感情コンサル押野まりこです。私はですね、今回ちょっと野瀬に来ていて、そこで素敵なところに行ってきました。 100% 願いが叶う館、お社ですね、お社に行ってきました。そこのお話をね、ちょっと今日はさせていただこうと思います。ちょっと本当不思議な体験したんですけれどもね、私今回ね、野瀬でお泊まりした古民家にね、ちょっと神様を祀ってるこうところ、お部屋があったんです。で、もう本当にひょんなことで、ね、その神様のお部屋に一緒に神様と寝れるっていうのも変だけど、そこにね、誰かがやっぱりいろんなお部屋があるんだけれども、そこに泊まる方をじゃあ部屋割りしましょうって話になった時に、流れでじゃあ私そこの部屋みたいな感じになって、そこの部屋にね、私が泊まることになったんですよ。でも本当に神様があって、水晶があったりね、いろんなする神殿ですよね、要は神殿のところにお布団を敷いて寝るわけですよね。でもうね、ちょっと不思議だったんだけど、私ね、もうね、その日からちょっとお腹痛くって、なんかね、チクチク痛かったんですよね、腸のあたりがね。でその日ね、たまたま本当に感情セラピストのね、すご腕のマッサージの方がいらっしゃるんですけど、その方も一緒に来てくださったので、体を整えてもらって、もうちょっとじゃあ今日は寝ようかって言って寝て、さあそこでね、なんかね、全然怖いとか、なんか嫌だなって気持ちは全然なかったんですよ、私の中で。で、まあ別にその特別嬉しいとかもあんまりなくって、まあ普通に寝てたんですよね。そしたらね、体はね、ちゃんと寝てるんですよ。その感覚はあるんです。ちゃんと体は休んでるっていうか、ちゃんとお布団の上にちゃんと横になって、眠りが浅いって感じじゃないんですよ。ちゃんと体は休んでるっていう感覚はあるんですよ。なんだけど、意識は冴えてるっていうか、そんな感じでね。で、何がずっと一晩中起きてたかって言ったらね、私のこのお腹が痛かったここに柱が立ったんですよ。なんか体の中に柱が、これイメージの中で夢みたいな感じ、要は夢みたいな感じで、で柱が立って、上がこう尖ってるの、柱が立って、あ、なんか柱が立ったと思ったんですよね。あ、なんだろうこの柱と思ってたら、その次に何が起きたかって言ったらね、そこの自分の中ですよ、体の中にお社が立ったんですよ。なんか神社みたいなお社が、白木のね、神社みたいなお社が立って、これなんか神社みたいだよなみたいな感じでね、なんか神社が立って、それをずっと一晩中感じてたんですよ。神社が立って、なんかあったかい感じの神社がなって、すごいなんか神社がお腹の中にあるみたいな、そんな感じ、不思議ですよね。そんな感覚で、朝目覚めたんですね。あそこの管理人の、たまたまね、管理してる方が来てくださった時にね、私昨日なんかそんな感覚だったんですよって言ったら、その管理してる方がなんかすごいびっくりされてね、普通はそれ結構ね、修行してやるんですよみたいなこと言われて、いや修行じゃないけど、なんかそうなったんですって。でもね、それはみんなそうで、みんな一人一人にちゃんと体を持っていて、でも体っていうのは何かって言ったら、神社に例えるならばお社なんですよ。このお社が持っていて、中心がちゃんと自分というものがあって、そこを、それを大事にしながら生きていくっていうのが私たちの存在なんですよねっていうふうに教えていただいて、ああなるほど、そうなのかって思ったんですよね。でその方とね、なんかすごい意気投合して、本当にいろいろお話ししていて、その方がね、こう結構ね、龍っていう字を書くっていう話をした時に、あ、龍だったらね、私ねって、ちょっとお正月にね、あのライブでお話しさせていただいた、今回ね、私もすごいこういろいろ感情セラピーやってた時だったんですけども、すごい汚いお水の中に金の鯉が出てきて、でこの子がね、この汚い水からもう出たいって言って、で、あ、じゃあ出たらいいよって言って出してあげたら、その子が竜になったんですよ、金の竜に。でもう一つ来たもんだから、もうこの子も出ないよって言って、だったら二つとも金の竜になって、で一つの竜はね、玉を持ってるんですよ。で一つの竜はね、羽を持ってたんです、こっちの竜はね。でこの子は玉を持ってない、でこっちの竜は玉を持っている。その二つの竜がわーって出てきたんですよね、これイメージの中ですよ。わーって出てきて、なんかすごいけど何なんだろうこれはみたいな、そんな話をしたんですよ。そうしたらその彼女が言ったのがね、もうすごすぎますって、金の竜ってのは地竜って言って、そこの方にいる竜なんですよ、地球の地の方にいる竜で、この竜がやっぱり地球がいろいろ住みにくくなってきてるから、もう外に出てきて、でもその中では収まらなくて、外からのいろんなことをしたい竜なんだよって教えてくれて、で今度ね、多分今日ね、パワースポットで多分行くところがあると思うので、そこのお社にはね、月の竜と
太陽の竜がいて、それが対になっているお社がある。そこ行くとマリコさんきっといろいろ感じると思うよって言われたので、そこに行った時にね、そのね、これちょっと写真撮っちゃいけないからパンフレットをもらってきたんですけど、見えますか、これ。こっちが月の竜で、これ赤く見えたらこれ太陽の竜。もうね、そんなに広いお社じゃないんですけど、こっち一面にその竜の書が飾ってあって、こっち一面に竜の書で、もう両方からもう私そこを行った時にね、うわーみたいな感じで、私が見たこの玉を持ってたのはこの玉だって思ったんですよ。で、こっちの羽を持っていた竜はこの竜だと思ったら、なんか鳥肌が立って、で、ここはね、セオルツ姫とかいろんな神様をお祭りしていて、で、この書を書いているのも書道家の小林富洋さんという方が書いてらして、で、この落款があるんですけど、この落款がまたすごくって、エネルギーが入っているの分かるんですよ。うーって入れ込んでるのがすごい分かって、なんかここに行っただけでね、私の中ではうわーって思ったんですけど、まあそういうこれからの時代の先駆けの竜だよっていう話を聞いて、そしてその次に行ったお社が誓いを立てるお社だったんですね。で、そこのお社ではね、不思議なんですよ。もうまずね、あのね、お祈りをして、で、祝詞をそれぞれに捧げて、で、そこでね、私はこうなりますって、こうしてくださいってお願いしていいお社なんですよ。私はこういうことをします、なので力を貸してくださいっていうお社だったんですね。で、具体的なら具体的な方がいいと教えてくれて、その人がね、で、もう 100% 叶いますからって言うんですよ。 100% 叶うってすごくないですか。もうそこで誓いを立てたら叶います。で、そこでポイントがありますって、その方は言わなかったです。ポイントがありますは言わなかった。でも私がそこで感じたことは何だったかって言ったらね、これね、もうマーケティングと全く一緒で、私はこういうことをします、じゃあそもそもなんでそれをしたいのっていうことが一番大事と思ったんですよ。私だってよく考えてみて、例えば神様っていう人がいるかどうかはわからない、でも例えばいるとするじゃないですか。その人に力を貸してくださいっていうわけですよ。っていうことは、それを力を貸してくださいって言った神様がどういう人に力を貸したいかって神様視点で見てほしいんですね。その時に、私お金持ちになりたいし、私自由に生活したいし、私のためだけにこれしたいのでお願いしますって言ったら、まあそうねって、力は貸してくれないわけじゃない。でもなんかね、あんまり気乗りしないような気がするんですよ。で、それよりも私がこれをやることによってすごく多くの人が喜んでくださって、こういう地球になって、で、こういうことになると思いますっていうと、そうするとやっぱりスケールが大きい神様になればなるほど、お、そんなことやってくれるんだったら力貸すよってなると思いませんね。それって神様っていうことだったらそうだけど、人間界でも同じだと思うんですよ。例えばあるね、あの方と話してる時にね、私こんなことしたいと思って、あの、私がお金持ちになりたいからこうしたいですって言ったら、こっちの人は、ああそうなのね、じゃあやってみたいな、勝手にどうぞみたいな感じじゃないですか。でもこれをやることによって世の中にためになるし、例えばあなたにもメリットがあるし、こんなわけですって言われると、ああなるほど、じゃあ私のできることちょっと力貸すよみたいな、そんなこうね、賛同者が現れる。結局何かって言ったら、この人の思いだったり本音だったり、そもそも何のためにこれやりたいのっていう、この思いが何より大事って思ったんですよ。このあったかい思い、自分の中で本当にこれが私はしたいのって。で、私ね、今回すごく思ったのがね、私はみんなね、地球平和とか、地球をきれいにしてとか、いろんな役割があるんだと思うんだけど、私はやっぱり人だと思ったんですよね。やっぱり人を、この嫌だなって、自分はダメだなとか、自信がないなとか、こんな感じが嫌だなって思っている人に、いやいやいや、それも愛だから、こういう愛があるからこそあなたをこう思うんだよねって、だからすごく素敵な人なのよっていうことを、私はその人その人にやっぱりお伝えしたい。そしてそれが、ああそっか、私は私でよかったんだって思ったことによって、いろんな相乗効果、いろんなその人の生き方が変わってくる。
私はどうしてもそれがしたいんだっていうことを再確認して、でそれには具体的になったら具体的になった方がいいっていうふうにアドバイスをもらったからね。じゃあ感情セラピストの人たちがこういう状態になってこういうふうになると嬉しいです、経営者の方がこういう状態になってこうなると嬉しいです、私も私でこういうふうにさらにこういうふうになるともっと嬉しいですっていう、だからそれを私をさせていただくのでどうぞ力を貸してくださいっていうお願いをしてきました。なんかねちょっとね自分の中では新鮮すぎて、神社行くとねお願いしちゃいけないわけじゃないけど、なんかぶら下がるような感じがしたんだけど、そうじゃなくて私はこれをするよ、だからあなたも手貸してねみたいなね、そんな感じ。もうね全くね神様の世界もね、このビジネスの世界マーケティングの世界と全く一緒だと思ったら、なんかおかしくって、私結局やっぱりそこかって、自分の思いが何より大事なんだなっていうことがなんかねよーく分かった今回でした。だからね、皆さんもね、まあ、そのお社に行くことはなかなか難しいかもしれないんですけどね、ご縁がないとね。だけど、自分の中で何が大事かって言ったら、やっぱりそもそも自分は何のためにそれをやっているのか。で、だからこそ今これとこれとこういうことをやっています。それが、だからお願い、一緒にね、やろうとか、力を貸してくださいっていう。それが心底自分の中で、スッキリ感だったり、あったかい気持ちで言えてるかどうか。もうね、何しろそこに尽きるなって。それはもう、口だけで言うことは簡単じゃないですか。これしたいってこうだからこうですって。もう全然いいんだけど、でも本当に自分の中で納得した思いを届けたら、やっぱりそれはみんなが協力してくれるし、もっと言うと神様も協力してくれるんじゃないかなって思った今回でした。なんかね、参考になったら嬉しいなと思います。本当にあなたの思いがやっぱり現実を作っていく。あなたの思いがやっぱり一番大事。そもそもなんでそれやってるのっていうところにもう一回今日はね立ち戻ってもらって、でなんかねもう一個気づくきっかけになったら嬉しいなって思います。今日も見てくださってありがとうございます。最後までご覧くださりありがとうございました。チャンネル登録と高評価していただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。